山の楽器のホームページをご覧の皆様、こんにちは、五代夏子です。残念ですね。楽しみにしていた、毎年のように出演させていただいてました演歌祭りがこのコロナの影響で中止になってしまいました。その演歌祭りだけじゃなくてですね、各番組ですとかコンサート、キャンペーン、もう次々に中止になってしまっています。皆さんと会えない日々が続いてます。皆さんにも本当にご不自由な思いをさせて申し訳ないなと思っております。私も早く皆さんの前で歌いたいなと思うんですけども、こればっかりはどうしようもありませんのでね、もう少しの辛抱だと思います。我慢しましょう。今は我慢の時ですから。そして必ずまた元通りに皆さんと楽しいコンサートですとかこうライブ、そういう活動の中で皆さんに歌を聴いていただける日が必ず来ると信じております。ですから皆さんもこういう時は暗い気持ちになっちゃダメですね。ポジティブシンキング、明るく笑顔で乗り切りましょう。そうじゃないとですね、病気にもかかりやすくなりますしね、負けちゃいます。ですから心が折れないように一生懸命前向きに、必ず明日はいい日が来る、そう信じて頑張りたいと思います。ところで暇ですね。何なさってます？皆さん、私はもうお家のお掃除、それからご飯はね毎日作ってますから、これは日々のことなんですけれども、お掃除がですねすごいです。もう断捨離というか、もうこんなに物が溢れてたのかというぐらいたくさんありますんで、ガレージセールでもしちゃおうかなというぐらい出しました。そしてじゃじゃーん、じゃじゃーん、まず道具から入る私、ご覧ください。今マスクを作っております。色とりどり。これはですね、私が履いていたジーパン、伸びるやつですね。それからちょっとこう歯切れですね、いろんな歯切れ、木綿の歯切れにですねダブルガーゼを中に挟みまして、これからの季節これ暑いんだ、だからちょっと薄いのを作ろうかなと思ってますけど、どう？かわいいでしょ、ね、こんなことをして気を紛らしております。よろしかったら欲しい方いたらぜひこちらまで、当たるか分かりませんがぜひご相談ください。お待ちしてます。それじゃあですね、これから暑くなりますけれども、そうですね、私の今頑張ってる歌はとってもとっても寒い気持ちになれる、いや違うな、寒いところが舞台 の吹雪の歌なんですね。吹雪の中で二人歩いて生きていく、逆風に向かって歩いて生きていくっていう歌なんですけれども、でも心の中とても熱いものを持っている二人でございます。ですから寒いんだか暑いんだか分かんないですけども、この歌でぜひ涼んでいただければと思います。雪中あやい傘どんどん聴いて歌って応援してください。またお会いする日まで皆さん元気でいてくださいね。それじゃあまた。